どうも、プチプラのじゅんです。今回はですね、ユニクロの初売りセールで、2点買ってきたので、ご紹介していきたいと思いまーす。そう、1月1日、2日、3日とですね、ユニクロの店舗で買うと、1万円以上買うとですね、その都道府県の、なんとですね、トートバッグがもらえるということで、ワイはですね、淡路島行ってたんよ、年始ね。で、淡路島って兵庫だから、まあ、兵庫のトートバッグになるんかなということで、こちら、ババーン。2023年、謹賀新年、なんかお年玉みたいな感じ。ユニクロさんからのお年玉みたいな感じでですね、この中にトートバッグが入っております。先にもうちょっとトートバッグご紹介しましょうか。こちらですね。めちゃくちゃね、なんか、サイズ感ちょうど良さそうじゃない、肩掛けできそうな、そんな感じ。お買い物行く時にも使えそうだし、ちょっと出かける時、散歩の時とかにもなんか良さそう。街もちゃんとあるね、すごい。なんかノートブックとかも普通に入りそうやん。僕あんまトートバッグ使わんのだけど、これエコバッグとしてもめっちゃありだな。ほいでですね、兵庫ということなので、こちらよく見てみると、じゃじゃーん。玉ねぎと明石焼きがプリントされてまーす。まあ、これ玉ねぎはね、淡路島なんかなとは思うんですけどね。さりげないよね。各都道府県によってここにね、プリントされてるやつが違うんよ。北海道だったらトウモロコシと、あとメロンがね、プリントされたりとか、また大阪だったら、何やったっけ、たこ焼きと串カツだっけとかがね、プリントされてんよね。ぜひね、皆さんこの3日が、この動画多分1月3日にはアップしてるんちゃうんかな。ちょっとね、間に合わない人申し訳ないですけど。で、1万円以上も何好転ということなんですけど、行きましょう。まず1点目、これですわ。じゃじゃーん。ダウン。こちら商品名がですね、シームレスダウンパーカー 3D カットとなっております。カラーが6色もあるんよね。このライトグレーのカラー、さらにグレーカラー、ブラック、レッド、グリーン、ダークグリーン、そしてネイビーカラーとなっております。でね、僕はね、このライトグレーが超いいなぁと思って、ずっと狙っとったんよ。去年からずっと狙っとったんよ。かわいいなぁ、かわいいなぁ思うて。そう、ほいでこれ買っちゃいました。もう値段がめっちゃ安くなってて、元の値段がさ、14,900円ぐらい、15,000円ぐらいで、ちょっと高いなぁみたいな。さすがになんかこう、手軽に買えへんなぁみたいな。いや、ダウンとはいえ1万円超えるんかぁみたいな思ってたんだけど、なんとですね、今値下げしてて、9,990円、安い。1万円以下で買えちゃうやん、みたいな。そんな安くしてくれんの、やばみたいな。何パー引きそれって。5000円引いてくれてるって考えた場合、3分の2の値段でしょ。33% 引きぐらいか。えぐすぎるやん。で、こちらのダウン、こだわりがほんとすごくて、後ほどね、コーディネート3つぐらいご紹介しようと思ってますけども、こだわりがほんとすごいんだよね。話すこといろいろあるんですけど、まず名前の通り、シームレスということで、キルトステッチがさ、表見てもらうと、ないわけなんですよね。だからこう、ボコボコってなってんだけど、こう熱によって、ここね、接着してるんかなと思うんですよね。シームレスにすることによって、もう風も水も入らんようにしているということなんですよね。さらにデザイン的にもさ、シームレスにすることによって、スッキリとしたデザインになるかなと思います。もうすべてが別にシームレスじゃなくて、こういう襟のところとか、あと袖のところとかもね、縫い目はもちろんございます。このボディのところ、フロントと、このバッグのボディのところがシームレスになってんよね。こだわりポイント2点目、この袖ですよね。やっぱすごいよね。風がさ、こっから入りにくいようになってて、こないな感じでですね、こうリブになってんよね。これがあるおかげで、風が入ってこうへんのですわ。こだわりポイント3点目、このさ、スプリットラグランスリーブ、えぐいよね。こうフロントっていうか前から見た時に、肩のところはさ、ここ普通になってるかなと思うんですけども、後ろ見るとね、すごく分かりやすいかなと。こうね、ずっとこうラグランスリーブになってんの。これが、まあ、いわゆる 3D カットなわけですよね。1枚の布でこう立体的にカッティングされている。そうすることによって、こう肩を動かしやすいと、そういうことですよね。スプリットラグランスリーブ、あとこう持ち上げてみるとですね、
この辺もそうだよね。なんか脇のところ、肩のところが 3D カッティングになってるみたいなんですよね。こだわりポイント4点目。これ僕見たことないんだけど、このさ、フードを絞るところがめっちゃなんか変わってんだよね。見ていただきましょうか。よくさ、こういうのなんかアジャスターとかついてたりするかなとか思うんだけどさ、見てここ。なんか黒いものがあるやん。プラスチックみたいなやつ。で、さらにここ、紐がついてんだよね。つまり、ここの黒いところ、これね、なんか、この辺、この辺になんか、ごっついものがなんか入ってんだけど、この黒いところを押さえた状態で、こう紐を引っ張るわけ。すると、チュイーンと、こうね、なんていうの、引っ張れて、こないな感じかな。こないな感じで出てきますやんか。ゴムみたいなの出てきますやんか。これで、だからこう、襟のところ絞れるわけ。これが右と左についてあるわけなんですよ。こんなんあるんや、みたいな。で、戻すときは、引っ張ったらいいだけかな、確かね。こう、襟のところを引っ張ってやると、なんかね、戻った、適当に。あと、こちらの素材なんだけど、表がさ、ポリエステルなんだけど、すごくね、マットな感じ伝わる。すごく落ち着いたマットな感じ、クリーンな印象で、めっちゃ高級見えするんだよね。これがさ、テカーっとした感じだと、なんか安っぽーみたいな感じすると思うんだけど、すごく高級な感じしてんよ。肌当たりもいいし、この素材もね、めっちゃ押せるポイントですわ。僕身長177で、こちら XL サイズ購入いたしました。着丈はね、ちょっと短めな感じかな。お尻半分ぐらい。これ袖に関してもちょっと長めな感じ。ややオーバーサイズめにね、羽織れるかな、みたいな感じ。これ結構前閉めてやるとね、ほんとなんていうかな、密着する。ピターっと密着するんで、風の侵入をだいぶ防げるかなと思います。あと、内側見てもらうとわかるんだけど、ここですね。裾を絞れるようになっております。ここでね、長さとかも調節できます。であと、この襟もね、すごくちょうどいいんだよね。こう、締め付けすぎず、余裕ある感じで前締めれますと。で、こう、フードがついてあるんで、顔周りボリュームできて、小顔効果もあるし、雨とか降ってきた時に被っても大丈夫だし、このフードがね、すごく可愛いんだよね。ボリュームあってすごくいい感じ。まあ、僕的にはスタンドカラータイプでも全然いいんだけど、こちらに関してはパーカータイプになってます。そして購入品2点目参りましょう。まあ、このアウターとですね、一緒に着たいなということで、じゃじゃーん、フリース買っちゃいましょう。こちら商品名、フリースフルジップジャケット長袖でございます。こちら1月3日までの期間限定で1990円。元の値段がね、2990円なんだけど、1000円安いよね。期間限定価格なんで皆さん、お見逃しなく。カラーがめっちゃいっぱいあるんだけど、僕はですね、このライトグレーっていうか、グレーの色がめっちゃ可愛いやー、みたいな。まあ、さっきのアウター同様、グレーコーデ、全身グレーコーデもめっちゃ可愛いんちゃうんかな、ということで、この色にしました。フリースってさ、もう種類ありすぎて何買うって感じなんだけど、これがね、なんかちょうど良さそうな感じ。あの、防風のやつとかもあるやん。結構こう、がっつりボリュームある防風のフリースとかもあるんだけど、あれはもうなんかアウターって感じやん。これはなんかインナーみたいな感じ。最近さ、なんかトラックジャケットとか流行ってると思うんだよね。ユニクロ U でもトラックジャケットを発売して超人気やってやないですか。あれとね、なんか雰囲気はぶっちゃけ似てんのかなと思うんだよね。こうスタンドカラータイプっていうか、襟がちゃんとこう長めな感じで、首もね、あったかいしと。こちらサイズ XL 買ったんだけど、着丈もね、そんなになんかこう、長すぎない感じかな。本当になんかジャストめな感じの作りになってますわ。まあ、インナーだから別にこれぐらいでもええんかなみたいな。めっちゃでっかいサイズも可愛い気もするね。4XL とかも全然ありかなとは思いますけどね。フリースもさ、なんかカジュアルすぎるのあんま好きじゃなくて、ただこれさ、すべてグレーなんだよね。こうジッパーとかも、いろんなディテールすべてグレーに統一されてあるんで、それもね、なんかシンプルでかっこいいよね。なんかミニマルな感じがしてすごい好き。さらにこちらよく見るとですね、ラグランスリーブになっとんよね。こうデザイン的にもかっこええし、肩もね、動かしやすいよね。さらに男女兼用で着用いただけるかなって思います。ちなみにさっきこれちょっと着用したんだけど、なんかね、やっぱ毛がその中のシャツとかにつきやすいっちゃつきやすいのかなって、その辺はまあフリースあるあるかもしれないですけどね。もちろんこれルームウェア
部屋着としても使えるんだけども、外着でも全然いけんちゃうかなと思ってて、これプラス、アウター、コートとか、さっきのね、ダウン合わせだったら、普通にかっこいいんよね。寒さ対策もできるし、おしゃれだし、ということで、結構このフリースね、気に入っております。ってことでですね、こちらの2アイテムを使って、3コーデ、行ってみましょう。まず1個で目、一番やりたかったコーディネートですね。グレーのパンツに、そしてグレーのフリース、そしてグレーのシームレスダウンということで、もう全身グレー。ニューバランスのスニーカーもグレーということで、まあ、全て色を統一してやると、なんか統一感もあるし、すごいかっこいいっすよね。フリースがめっちゃ硬いから、ジッパー上まで上げてやれば、ダウンね、別に前上げたままでも全然いけるかなって感じいたします。自転車乗るときとかは、このシームレスダウンパーカー、フードかぶってやってもいいしね。めちゃくちゃ可愛いな。結構着丈短めな感じですよね。タイプ目なんだけれどもかっこいい。なんかボリュームがボンボンってこうありすぎない感じもいいよね。スッキリと着れる。タウンユースできんのもいいかなーって思いますわ。アウター脱ぐとこないな感じでございます。なんか普通にかっこいいんだよなー。続いて通行で目、白のパンツ、ワイド目のパンツと合わせてみました。全体的にこうトーンを合わせてやるといい感じしますよね。白のダウンはちょっと女の子っぽい印象になるんだけど、ライトグレーだから全然男性でもいけるかなって感じ。そしてラスト3つ目のコーディネート、今度はですね、ダークグレーのデニムと合わせてみました。もちろん黒のパンツとかとも相性いいよね。こう大人っぽい印象にはなるんかなって感じでございます。もうこれからの時期はね、どんどん冬物の商品安くなってくるんで、皆さんも狙ってるダウンチェックしてみてください。以上今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。